この協定は、公務員の定年年,定年年齢の引き上げに伴い、伊勢市、戸橋、島市と三重交通が締結したもので、60歳を迎える消防職員が希望に基づいて三重交通に転籍し、最長72歳までバスの運転手として働くことができます。今日の締結式で、伊勢市の鈴木健一市長は、「働き方改革、 人口減少・高齢化の中で運転手不足は問題となっている高齢化社会や10年後に式年遷宮を迎える中で地域と三重交通が協力することで観光のまちづくりにつなげたいと話しました三重交通によりますとコロナ禍前に比べて全国の運転手の数はおよそ2万人減っている上 働き方改革による2024年問題で運転手不足が懸念されることから協定を通じて運転手の確保につなげたいといととうことです。地域を守るために働いていただいた方々がです、ね、また新しいステージで,です、ねえー、同じように地域の方々のためにです、ね、働いていただけることがです、ね、これからできればそしてわれわれのバスの仕事として仲間が、ね、増えていただくことを期待したいと。